まあ逆に言えばですね、そういった環境から出てきてラッパーになったりとかエンターテインメントの世界で活躍する人たちがいかにすごいか。はい、ヒップホップアンザカルチャーご覧の皆様、 DJ フォーデン K です。今日はですね、今回で第11弾目となる Learn from the Movies です。久しぶりのこのコーナーなんですけど、このコーナーでは10年間アメリカに住んで DJ プロデューサーとして活動した私 DJ フォーデン K がヒップホップの文化を深く知れる映画っていうのを紹介していく映画紹介コーナーになってます。毎回言ってることなんですけど、海外に移住したりとか海外の文化に興味を持つ一つのきっかけとして映画の生活に憧れてっていう人は多いんじゃないかと思うし、僕も映画からたくさんのことを学びましたということでですね、僕の紹介する映画を見ていただければヒップホップやアメリカの文化に詳しくなれること間違いなしなので、ぜひぜひ最後まで動画をご覧ください。これまでヒップホップの文化を知れる映画というのを10本紹介してきたんですけど、第11本目となる今回はですね、2003年公開ジェシカ・アルバ主演のダンスムービーハニーです。ジェシカ・アルバは僕らの世代だとね、超有名な女優さんなんですけど、念のため紹介しておきます。2000年にスタートしたテレビドラマシリーズダークエンジェルで一躍有名になったジェシカ・アルバ。このドラマシリーズ日本でも普通に放映されてて、当時ね、僕も10代の頃好きで見てたんですけど、この当時の感想として、もうジェシカ・アルバがあまりにも綺麗すぎて、ちょっと同世代に見えないっていう風にね、まあその当時僕は思ってましたね。昔ディスニーズ・チャイルドとかをね、初めて見た時とかもそう思ったんですけど、当時のまあ中学生だった僕からしたら、もう普通に大人の女の人にしか見えなかったですね。もうこれ同世代なんだみたいなね、そういった感覚でした。このハニーはダンスレボリューションっていうね、放題がついてて、まあ、2003年公開っていうことで、一番ノリに乗ってるフレッシュな時期のいい時期のジェシカ・アルバっていうような感じですね。舞台は2000年代初期のニューヨーク。この映画っていうのはニューヨーク全体がまあ舞台になってるんですけど、シーンに出てくる標識でウエスト156ストリートバリーストリートっていうのがあるんですけど、あれこれどこだったっけなと思って、一回僕のまあアップタウンの友達に連絡して、ここってどこっていう風に聞いたら、実際にはウエスト156ストリートとバーリーストリートっていうのは交差しない、つまり存在していないフェイクサインらしいんですね。なのでまあイメージ的に言うとブロンクスをイメージして作られてるみたいな、そういったロケーションですね。ストーリーはジェシカ・アルバ演じるハニー・ダニエルズがダンサーになることを夢見て、昼間はレコードストアの店員、夜はクラブのバーテンダーとして2つのねバイトを掛け持ちしながらプロのダンサー、そして振付師になっていくっていうようなストーリーです。この映画の中でハニーのライバル役で出てくるカトリーナっていうダンサーがいるんですけど、この役を演じるのは実際の振付師ローリン・ギブソンさんです。実はこの映画、このローリン・ギブソンさんがハニーのストーリーのモデルになっている人物で、実際にですね、映画の中の振付も全部この人が担当して、かつ自身も映画に出演しています。このローリン・ギブソンさんはカナダ出身の振付師で、これまでマイケル・ジャクソン、アリシア・キース、ビヨンセ、レディー・ガガとですね、たくさんの超大物アーティストの振付を担当した振付師の人です。ジェシカ・アルバはもともとヒップホップとかダンスに興味あったみたいで、まあプロほど上手いわけではないけど、結構ね、まあまあ上手いみたいなことをね、みんながその当時言ってたイメージはあります。ただですね、それと同時に僕の友達の一人が言ってたのが、この映画の中で喋ってるジェシカ・アルバの喋り方が、まあ、フットイングリッシュで、それが全然様になってないみたいなことをね、言ってた友達はいました。で、これはですね、僕が10代の頃にアメリカに住み出す前に見た時にはあんまり気にならなかったんですけど、やっぱりそういう文化を知ってから改めてね、今回もう一回見直してみると、やっぱりジェシカ・アルバの持ってる雰囲気っていうのはフットな感じではないので、そうですね、まあある程度違和感はあるのかなっていうふうには感じましたね。この映画はいわゆるよくあるテンプレ的な映画のストーリーの一つで、中流以上の人がまあめちゃくちゃ投げやりになってるね、めっちゃゲトーな人の中に入ってきて、まあ人生希望を持てば未来を変えられるみたいなね、そういったことを言うみたいな、そういったストーリーなんですね。で、他にも似たようなねストーリーの映画だと、日だまりのグラウンドっていうのもあったりします。この映画でハニーからダンスを習うベニー役を演じるのは、当時子供ラッパーだったリル・ロメオです。リル・ロメオはラッパーマスター P の息子で、現在はねもう大人になってて、ノーリミットの代表になっています。このリル・ロメオを演じるベニーの役中のセリフで、 There's people that good things happen to,
And there's people that good things don't happen to っていうのがあるんですけど、まあ直訳するとね、この世にはいいことが起こる人といいことが起こらない人がいる。人生なんてそんなもんだっていうね、超やさぐれてるセリフなんですけどね。こういったセリフっていうのはもう本当にゲットとかフットのメンタリティを象徴していて、本当に諦めちゃってやさぐれちゃってるみたいなね。やっぱり僕の友達のフット出身のやつらとかも、まあこういった考えをしてる人っていうのはすごく多いですね。もう夢を持つハードルっていうのがめちゃくちゃ高いというか、まあ逆に言えばですね、そういった環境から出てきてラッパーになったりとかエンターテインメントの世界で活躍する人たちがいかにすごいかっていうのも一つ事実としてあると思います。もう一つ興味深いのが、ハニーといい感じになるボーイフレンド役の床屋の人がいるんですけど、これチャズっていう役名で、このチャズを演じるのは俳優メカイ・ファイファーです。このメカイ・ファイファー演じるチャズが映画の中のセリフで、友達はドラッグディーラーになって俺は床屋になった、友達は俺のことを負け犬って呼ぶけど本当はどっちが負け犬か俺は知ってる、みたいなセリフがあるんですね。でこれめちゃくちゃまともなことを言ってるじゃないですか。でただ僕ちょっと思い出したんですけど、このメカイ・ファイファーって人ってまあたくさんね、いろんな映画、ブラックムービーとかね、それ以外にもいっぱい出てるんですけど、どのイメージが強いかって言われたら、やっぱり2002年の映画ペイドインフルのイメージがすごく強いんですね。でペイドインフルはですね、ハーレムを舞台にした3人のドラッグディーラーのお話で、この映画のセリフでですね、俺みたいな人間はドラッグディールから抜けられない、このゲームを愛しているし金を稼ぐのも好きだと、でも十分に稼いでこのゲームを去ることもできるけど、そのゲームを去ってもまだみんな俺のことを愛してくれるかなっていうめちゃくちゃ有名なセリフがあるんですね。でこのセリフね、本当にファボラスとかもミックステープでサンプリングするぐらいにめちゃくちゃ有名なセリフなんですけど、なので2002年にはゴリゴリのドラッグディーラーの役をやって、2003年にはですね床屋になってるとそういったところですね。これちょっと興味深いなっていうふうに思いました。ハニーにはアーティストもたくさん出演していて、ジェダキス、ジャニュアイ、ミッシーエリオットなどが出演しています。ファッションもね、やっぱり2000年代初期の雰囲気で、まあ、ドゥーラグにヘアバンドだったりとかバスケジャージ、それから以前ね、ヒップホップとジュエリーの歴史解説動画でもお話ししたんですけど、やっぱりね、この時代ホワイトゴールドとかプラチナっていうのをつけてる人が多いです。サウンドトラックにも触れておきましょう。やっぱりね、この映画のサウンドトラックといえばですね、一番最初オープニングでかかる、マーク・ロンソンのウーウィーではないでしょうか。この曲ね、まあやっぱり当時すごくめちゃくちゃ流行って、まあこのララ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 ラっていうね、イントロがすごく印象的ですよね。それからファボラスの Now Ride って曲も、このサントラにね入ってるんですけど、その曲がね、かかるタイミングとかも僕は結構好きですね。そんな感じでこちらのダンスムービーハニーですが、まあこれまで紹介してきたね、ギャングスタムービーとか、まあ結構下等感強めのものに比べると比較的ね、まあちょっとヒップホップにそんなに興味がない日本人の人とかでも、あとご家族と一緒に見ていただいてもね、全然楽しめるんじゃないかなと思います。最後こちらの映画から学んだことですが、実際ね、僕の友達でもミュージックビデオの撮影とかに行ってるダンサーの子っているんですけど、やっぱり結構ね、相当ハードっていうか、まあ待ち時間とかもね、めちゃくちゃ長かったりとかするみたいで、まあ仕事取るのも大変とかね、いろいろあるとは思うんですけど、やっぱり不屈の情熱を持ってですね、自分のやりたいことに人生を捧げるっていうのは、まあ素晴らしいことなんだなと、そういったことを学びました。ということで今日は終了です。私 DJ フォーデン系 DJ プロデューサーとしての活動はもちろん、これから海外に出たい人たちに向けて英語を教えたりとか各種コンサルもやってるので、お仕事のオファーは概要欄、 E メールもしくはインスタ DM 等からお願いします。引き続きですね、チャンネル登録、高評価、コメント、インスタフォローも忘れなくということで、 DJ フォーデン系でした。